それでは2017年センター試験数学 2B の解いてみた後の間違い直しをします。まず全力は尽くせたんですけど、及ばないところがあったので、そこを振り返っていきたいです。筆答問題のこの辺りは、途中怪しいとこも、間違いかけたとこもあったけど、途中で気づいたので全部合ってました。ここも最後まで行き切りましたし、時間がないながらもこの最後のログの大小関係も常用体質を使って導くことができました。で、こちらの微積のところも順調にいけて、もうほぼ最後の最後ら辺まで順調にいけて、ここの積分の面積まで出せたんですけども、この極大値を取るか極小値を取らないで、ここの a イコール7分の3プラスマイナスルート2まで来て、それがこの3分の2から1の間に挟まってるかというところを、概算計算で間違えてしまいましたね。比べるのはこの3、7分の3マイナスルート2は論外なんで、7分の3プラスルート2とこの3分の2がどっちが大きいかってことですよね。この3分の2のよりか大きいところに挟まってるかってとこで、3分の2と7分の3プラルート2を比べると。で、このまま比べたのがダメでしたね。やっぱりちゃんと21分の2通分してあげたら、14とこっちが21分の9プラ3ルート2なんで、ここでルート2を1.4ってとか使うと、1.4×3 で3412、4.2ぐらいで13.2ぐらいなんで、ここを超えないですね。なので入らないので、極小値がなくて、だからこれではない。で、こういうふうな行くやつのここの区間だけなるので、増加するという、選ぶということになりますね。はい、ここがちょっと悔やまれますが、時間さえあればというところですけど、時間が本当厳しいです。で、この数列も、解いたところは基本全部できていて、で、ここのせめて TN ぐらいやればよかったんですけど、ちょっとパッと見よくわからなかったけども、落ち着いてやればいいんですよね。ここに書いてある通り定義を当てはめていけばいいんですよ、要は。だから TN っていうのが、SN っていうのが、初項が16で公比が4だから、もうね、16×4 の n-1 乗だけど、4の n たす1乗ともまとめて書いてあげましょう。それかけるログの4の、これが同じですね。4の n たす1乗なので、で、ここのログ4の4の n たす1乗はもう n たす1になり、それかけ4の n たす1乗ということで、そうですね。これで答えの形になってるんで、ここぐらいそんな時間かからなかったんで、読んでみればよかったですね。それで、一般項が出て、それのは un を求めたいんですけども、等差プラス等比型ですよね。ちょっとこれは時間がかかるので嫌ですね。誘導があるんで分かるんですけど、どうしても時間が間に合わないですね。やってみますと、この un っていうのは、なんか n に、さっき一般項を求めた n に1から順番に代入していったらいいんですよね。2×4 の n たす1乗たす、違う。ここ n じゃない。もうね、n に1代入するから、2×4 の2乗たす、3×4 の3乗たす、点点点点点で、もういいわ。だいぶ省略させてもらおう。最後が n たす1の4の n たす1乗ですね。それに、公比倍だから4倍の un をしてあげると、1個ずつずれますね。2×4 の3乗たす、点点点たす、n たす1、じゃあ n たす1じゃないな。n か。n の4の n たす1乗たす、n たす1の4の n たす2乗なんで、これを引き算してあげると、マイナス3倍の un イコール、ここはそのまま 2×4 の2乗がそのまま、で、ここのあたりは全部4の3乗プラス、ちょっともうここの点点点とこですけど、4の4乗とかがずっと来て、これも4の n たす1乗ですね。で、最後がマイナスの、カッコ n たす1倍の、ここはカッコがあった方がいいですね。4の n たす2乗となって、もう一頑張りですね。ここの波線部分が、初項が4の3乗、公比が4の等比数列になってるので、まずここだけ普通の等比数列の、和の公式でやってあげますと、4-1の3、4-1で3、見にくいな。3分の、で、上の側が残るのが、4の n たす2乗か。
4n たす2乗を引く4の3乗が残るのかな。で、後ろはそのままと。たす2乗と。ちょっと計算がしんどいけど、これは計算がしんどいだけですよね。マイナス3は残しとこうか。最後にかけた方が見やすいのかな。そんな気がしてきたから、マイナス 3un のまま、この4の n たす2乗がついてるやつだけ集めようか。それを集めると、3分の2、しかもかけた方がいいのかな。ちょっともう計算がすごく嫌ですけど、3分の4の n たす2乗でしょ。で、マイナス 3n かけ4の n たす2乗をマイナス3の4の n たす2乗か。で、あとの4の n たす2乗がついてないやつはって言ったら、プラスの2かける4の2乗を、計算するか。まあいいか、この4のほにゃらら乗に残しとこうか。マイナスの3分の4の3乗が残ってるというわけですね。ですので、un イコール、これにマイナス3倍をすればいいので、9分の、ちょっともう一気に計算しちゃいますけども、ここがプラスの 3n が残ると。3n と、ここは定数のところはもともとマイナス2だったのだから、プラス2かの4の n たす2乗でしょ。で、ここ計算しといた方がいいのかな。まあいいか、マイナス3で割るから、プラスの9分の4の3乗を、これめっちゃ間違えやすいな。マイナス3分の2かける4の2乗っていうのが残るのか。だからここはよくって、ここの部分だけ計算すると、9分の44の、マイナス2の44か。だからマイナス32が残るのかな。これで形がはまったかな。さっきこのやってから手計算でやったやつとちょっと照らし合わせて、これでいいですね。これで形になってるので、そうですね。一応もう一回書いておこうか。ここが、9分の 3n たす2かけ4の n たす2乗マイナス9分の32と。まあ時間さえあればですね、これは分かってるんですけど、時間が足りなかったです。それでベクトルが一つすごくしょうもないミスをしてて、ここの r イコール 2s で s イコール3分の2出して、 r イコール3分の1ちゃいますよね。 r イコール 2s なんで、 s かける2なんで、これほんとしょうもなさすぎる。 r イコール3分の4なので、ここが恥ずかしすぎですね。これが違って、R イコール3分の4というのが1個間違ってて、あとはたまたまね、こっち N は S で代入したから合ってるということで、ここまでいけて、ここから図がよく分かってなかったんですよね。ちょっともう疲れがあったのか、落ち着いてちゃんと見れば問題文をしっかり読めって話ですよね。P から直線 CE に引いた垂線と、 C から直線 EP に引いた垂線ですよね。C から直線 EP だから、この図で言うと、こういう感じのやつですよね。こういうやつですよね。と、これとの交点なんで、ここですよね、H は。これじゃなくて、ここですわ、H。ということが、図を描けてなかったというのが敗因です。で、図さえ描ければ、H の座標を A を用いて表すと、まあ、H の、Y 座標は明らか A なので、H を、これを、まあ、MA とでもしてあげましょうと。それで垂直なんで、かけて内積0というのに行くはずだろうと。まあそれは素直に割といけるんで、しかも EP ベクトル、PE ベクトルというのを出してますからね。だから CH ベクトルを出しておく必要がありますね。で、CH ベクトルは、この座標を引いたらいいだけですよね。この C は確か、マイナス1のルート3だから、単に H ベクトル表記でやったら、この M プラ1の A 引くルート3って出てるので、これと、さっきページが一気するな、これをかけてイコール0とかで
なんとかなるんちゃうかなと思うんで、これと、だから覚えとこう。m たす 1a 引くルート3か。m たす1ル、m たす1、あ、違う、m たす 1a 引くルート3やから、これの内積なんで、CH ベクトル EP ベクトルの内積イコール A1A2 たす B1B2 とかそういうやつかな。まあ 2M たす2たす A の2乗引く3ですね。で、これイコール0と。で、そこから 2M イコールマイナス A の2乗プラス1で、 M イコールマイナス2分の A の2乗たす1と。これが求めたい H の X 座標ですんで、あ、これでいい。もう形揃ってますね。一応書こうか。この形に揃えて書くと、2分のマイナス A の2乗プラ1の Y 座標は A ですからね。というのでできまして、で、OP と OH のナス角をシータとするコサインシータが13分の12の時 A の値はって言ったら、内積を2通りで表せて、それで方程式を解いたらいいんかなと。まあ、方針はこの辺簡単に立つんで、ちょっと時間があればというのと図をしっかりパッと書ければってとこですね。まず、OPOH を成分で内積を計算してあげますと、P が、確か、P の座標だったかな。P はここだから、1A か。このこいつとこの H とそれで 1A ってやつの内積なんで、前同士かけたやつ2分のマイナス A の2乗プラス1プラス A の2乗後ろ同士をかけたやつで、まあまとめとくか。2分の A の2乗プラス1ですね。うん、ここまでいいですね。他方で今度は大きさコサインシータで出すと、OP の大きさはこれですね、ルート1たす A の2乗でしょ。で、OH ベクトルの大きさがめんどくさいですね。それだけ別枠で多分計算した方がよくって、ルート2分の、あ、もうこれ頭の中で計算したれ、ルート4分の A の4乗引く 2A2 乗たす1プラスA の2乗ですんで、ルートの4分の A の2乗たす 2A2 乗プラ1になりますね。で、うまくなりますね。ってことなんで、2分の、あ、ここ A の4乗か。4乗だから2分の A の2乗プラス1とうまく消えてくれるわけですね。あ、消えてくれるというか、ルートを外せるわけですね。だからこれかける2分の a の2乗プラ1大きさコサインシータになるわけですね。ある程度計算しておこうか。1で13分の6ルート1プラ a の2乗を2分の a の2乗プラス1と。これとさっき求めたやつが一緒になるってことは、ちょっとあんまり美しくない式の書き方ですけど、これが2分の A の、2分の A の2乗プラス1になるってことは、2分の A の2乗プラス1の部分が共通してるんで、それで割ってあげると、13分の6ルート、あれ？何かおかしいな。だからこれ2分の7を残しておいた方がいいのか。ここを13分の12で残しておいた方がいいですね。その方が簡単ですね。13分の12、1プラルート A の2乗イコール1と。からルート1プラ A の2乗イコール両左辺右辺に12分の13かけ12分の13ですよね。で、2乗をしてルートを外してあげると1プラ A の2乗イコール144分の169と。この辺は覚えといた方が早いですよね。この13の2乗あたりぐらいまではね。で、A の2乗イコール144分の169引く144で、25が余るから A イコールプラマイの、ルートじゃなくていける12分の5と。これが非風変なとこですね。
ちょっと計算も大変でしたけど、難しくはないという感じです。まあ、ここまでで事実上終わりなんですけど、ついでなんで5万の、統計的な確率分布もせっかくなんでやってみますね。まあもうね、試験時間計って終わってるんで、ゆっくりいくと、まあ、二項分布の平均分散ってやつですよね。まあ、標準偏差とかで、まあ、定番なんですが、どっから行こうかな、もうなんか、まあいいや、どうせなら時間があるから多少解説もしようか。てか、この解説誰も聞かへんかな。みんなやらないですよね。まあいいや、趣味でやろう。XP で、二項分布の取り方ってこうですね。二項分布のやつの一回限りのもので言うと、成功する1か失敗する0かで、成功する確率が P で、失敗する確率が 1-P というやつですね。ですので、その1回の平均はっていうと、平均、まあいいか。平均はって言ったら、これ0かけ 1-P 足す 1 かけ P で、つまり P ですね。で、まあ、加法性が成り立つので、この N 回やるやつだったら、平均イコール平均は NP だと。で、分散もどうせならやろう。分散はというと、この表、同じ表を元にすると、1回分だと平均が P なので、すごく丁寧に書くと、0-P の2乗かけ 1-P で、それ足すことの 1-P の2乗かけ P ですね。で、これは、要は P の2乗 1-P で、足す 1-P の2乗の P なんで、P1-P でくくってあげて、P 足す 1-P ということで、うまく消えてくれて、要は P、括弧 1-P と。まあ、これを Q と置いたりもしますけども、まあ、いいか。Q と置かんとこ。だから分散も加法性が成り立つので、N 回分の分散は、ちょっと加法性が成り立つの証明とかめっちゃ大変なんですけど、NP1-P と。まあ、ちょっと解説交えていってます。で、今この問題、ここから解き始めると、だから NP で表される平均が27分の1216。で、NP、括弧 1-P って表せられるものの、2乗か。違うわ。これが分散から、分散は、この27分の152。これが標準偏差なんで、これの2乗だという。こういう連立方程式を解けば求まりますというもので、結構計算がめんどくさいですね。だから素因数分解すべしですよね、これは。1216とかは。1216は、2で608。2で304、2で152、2で76、2で38、2で19やから、2が6個に19ね。だから、NP イコール3の3乗分の2が6個と19と。で、NP1-P っていうのは、分母は3が6個で、152が2個分か。152も素因数分解すべしですね。2が27の6。238で219か。だからさっき似たような数字があるね。だからこれが2個分やから、要は2が6個の19が2個分か。で、NP イコールこれを代入してあげると、1-P の部分が 要は、3の3乗分の19ってことですね。で、ここら辺からもう普通に計算してあげようか。27分の19なので、P イコール27分の8と。で、1個出ましたね。27分の8というものと、あと、NP イコールで言ったらいいのか。NP イコール、まあ、これは括弧3の3乗分の2の3乗なんで、N って言ったら分母はできてて、2が3つ分と19が余るってわけね。だからこれが、152ってやつですかね。で、152と。まあ割と標準的かなとは思いますね、ここまでは。で、これを二項分布を正規分布で近似して、大体の確率を求めようってやつですね。この辺も定番なんで大丈夫ですわ。だから、この、
W 大なりイコール38っていうのを正規化してあげたらいいわけですよね。正規化っていうのかな、正規化じゃないのか。まあこの形に沿うようにしてあげたらいいので、要は W-M っていうのは、この両辺をね、M で引いてあげたらいいんやけど、M って今何ぼやったっけ？ 27 分の1216か。おお、結構めんどくさいね。38-27 分の、1216。1216やから、38×27 っていうのをやる必要がありますね。かけ27は7は56、7、3、21で266、2、8、16、2、3が6で7、6の2の0、1。だから、W-M 大なりイコール、マイナスになりますね。マイナスの27分の190かな。で、これを、あとは両辺をシグマで割ってあげたらいいですね。シグマで割ってあげるってことは、W-M のシグマはマイナス27分の190にシグマ分の1をかけるってことなんで、シグマの逆数をかけるだから152分の27かけたらいいですね。152分の27なんで、ここの部分が、ここはイコールと書くべきなのか、マイナス152分の190と。うん、まあまあ綺麗な形ですね。で、それを小数にしてくれとのお題ですので、190÷152 をで計算で電卓を使いたいですけど、我慢してやると8で8で5で3かな。で、2、2人が4で30067で、割り切れる、5で割り切れるはず。2、5、15、5、26で7、割り切れましたね。1.25 と。1.25 というふうにできましたと。で、ここで、これでこの、38回を超えるっていうのが正規分布表で出せって言われると、38回を超えるって言うと、絵的に言うと、ここですよね。で、今欲しいのは、青で塗らしてもらうけど、ここの部分が欲しいわけですよね。8割ぐらいですかね。めっちゃ多いですね。そこを超えるやつやからね。だから要はそこの逆のちっちゃいとこ探したらいいのか。だから Z イコール 1.25 のちっちゃい部分はっていうと、 1.2 のところを読んでいって 1.25、 これか。これがだからあれなんで、ちっちゃい部分っていうのが 0.5-0.3944 なので、0.1056 か。で、求めたいのは、ああ、アホや。そんなことせんでよかったんや。アホやね。てか、絵的にはそうやけど、それっていうのは、要は、そっか、こんな計算するよりか、この0.5プラス、今の0.3944で、これで結局一緒ですよね。左右対称なんで。から、0.8944というものですかね。0.89 とすればいいのかな、近似値なので。4を四捨五入して切り捨てと。うん、ここまではいいんですよね。で、ここから確率密度関数とかよく分からなかったんで、調べながらやりました。ってか、まあ知ってた方、教科書には載ってるらしいんで知ってた方がいいですね。で、まあ、要は確率を飛び飛びの値じゃなくて、こう連続的なものを面積で確率を表してあげようという発想で、だからあり得る区間を全部です、の面積を足したら1になるはずだというようなやつですね。まあ、説明雑ですね。すみません。まあ、まあ、ともかく、まあ、ここにヒントというか、この平均をこんな風に与えられるっていうのも、まあ、イメージはわかりますね。そのサイコロとかだったら出る目かけるその確率みたいなやつを全部足していったらいいみたいな発想ですね。積分を柱に分けていくような発想なんだと思います。で、確率密度関数が与えられてると、これがどういう意味なのかよくわからんけども、与えられてるからそれに乗っていこうと。で、確率密度関数の使い方からして、こういう x が a からその2分の 3a までの間に入る確率はって言ったら、そこの区間を積分してあげた面積に等しいってことなんで、単に積分して面積を出してあげりゃいいという話になります。場所が足りるかな。まあいいや、やろう。で、この
ゼロを超えてるところなので、下側だけですね、使うのは。だから求めたいのは、インテグラルの a から2分の 3a の、要はこれですね。これどうしたらいいのかな。まあいいや、もう括弧は展開しとこう。その方が安全ですね。だから、3a 分の、3a 分の2マイナス 3a2 乗分の 1xdx だから、この括弧式で言うとこの 3a 分の 2x マイナス 6a2 乗分の 1x の2乗の a の2分の 3a ってことですね。これであとは代入していってあげたらなんとかなると思うので、代入してあげましょうか。から 3a 分の 2 かける、でもここで計算しようか。2分の 3a 引く a なんで2分の 1a か。2分の 1a やろ。で、マイナス 6a2 乗分の1の4分の 9a2 乗引く a の2乗だから4分の 5a2 乗。2乗なので a はうまく消えてくれて、これが3分の1ですかね。マイナスの、これも a の2乗がうまく消えてくれて24分の5と。だから24分の8引く5で24分の3イコール8分の1と。まあもう計算問題ですよね。概念は難しいですけど。で、x の平均はって言われてると、平均はこういうね、もうその柱みたいな、その値かける確率、値かける確率っていうのをすごく微小net でやりまくるってことでしょうかね。まあ、ここに挙げられてくれてるので、それを信じてやると。ただちょっと関数が空間で変わるので、マイナス a から0のところでは、しかもこの値かける空間なんで、この fx に x をかける必要がありますからね。それも加味して、もう一気になるべく計算すると、3a2 乗分の 2x の2乗をプラスの 3a 分の 2x の dx ですね。足すことのインテグラル0から 2a の、これももう一気にやっとこう。さっきやったやつを流用しよう。3a 分の 2x か。3a 分の 2x。流用っていうほど流用じゃないですね。引く 3a2 乗分の、3a2 乗分の 1x2 乗ですね。fx に x をかけますからね。さっきとちょっと違う式になりますね。あとはもう計算問題ですよね、これって。だから大きい括弧式の、9a2 乗分の 2x3 乗プラス2分の1やから消えるのか、これ 3a 分の 1x2 乗のマイナス a の0足すところの、これがだから 3a 分の 1x2 乗引く9a2 乗分の 1x3 乗の 02a と。もう計算問題ですね。0は0で0で、だからマイナス a だけ入れたらよくって、で、引くやから結局これプラスになって、9分の 2a が1個残ると、今度こっちはマイナスやね。a の2乗でプラスで、それがもともと引くやつやからマイナスで、数字が3分の1で a が1個残ると。で、後半部分は 2a やから、0は0なんで考えなくてよくて、2a をひたすら掘り込んだら、3分の4で a が1個残ると。引くところの 248a3 乗だから9分の8の a が残ってると。これでいいですね。だから9分ので2a 引く 3a 足す 12a 引く 8a ってことなので、9分の何が残るのかな、3a だから3分の 1a と。こういう形になれるかな。確率はってとこさっき、ここ書いたね。だから、そうか、この形なんで3分の a と書くべきですね。
で、y は 2x プラス7で、これもなんか線形性可補性という話でいいのかな。単にそのままスライドするだけなんで、y の平均はって言ったら、この x の平均2倍して7足したりだけですよね。なので、3分の 2a プラス7ということで、なんかちょっと難しいのか簡単なのかよくわかんない問題でしたが、確率分布もついでに解いてみました。以上です。ありがとうございました。